こんにちは、ひめひめです。今回はですね、12月15日は誰の誕生日でしょう。そう、エムちゃんのお誕生日です。はい、というわけでですね、まあエムちゃんのお誕生日なんですけど、今現在ちょっと遅れちゃってるんですけど、エムちゃんのお誕生日プレゼントを買いに行きたいと思います。で、今日はこれを買ってエムちゃん家に行って、お誕生日プレゼントを渡したいと思います。でね、歌詞動画も作っているので、まあ、それも見せながらね。はい、というわけでね、早速行きたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずはやっぱ定番かな、ウィゴーでバッグとかみたいなってものでウィゴー行きましょう。はい、ということで、ウィゴーに着きました。なので早速ね、今から選んでいきたいと思います。行きましょう。シュッ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 。最近私の趣味ね、口効果音セルフ効果音初めて聞いた。めちゃくちゃ可愛いんだけど、コマの方が絶対に言ってることと見れるものが全く合ってないですけど、あのコマの方が絶対に好んでくれるかなとは思うんですけど、エミちゃん、あの口を持ってるイメージないんだよね。つけてるイメージが、だからこっちがいいなって思ってます。バッグいいんだよね。エミちゃんどんなバッグ好んでんだろうな。でもね、こういうのもね、意外とね、好きなんだよね。全然かわいいね、これね。こういうの絶対持ってないイメージだから、もういいのかなって思ったりするんだけど、それこれあれだよ、おつけられるんだよ。あ、そうね、うん、なんで安くなってる。だってこれ3000円で買ったんだよ。買ったの？つい最近ね。つい最近3000円で買ったのよ。はい、そしたらこれなんと1500円になって半額。あれいいかも。待って、なんか M ちゃんが好きそうなのを選ぶか、持ってなさそうなのを選ぶか、なんか持ってもらいたいって感じでも、こういうのも可愛いな。後ろに白いのがあって、あ、本当だ、ベンデビスって読むんだ。これいいんだよね。うん、悩む。マジで M ちゃんも喜んでくれたら嬉しいです。では M ちゃんに行って渡したいと思います。まあ、遊ぶ様子も撮るんですけど、これで、では行ってきます。ははえ、すごでしょ。はい、というわけで M ちゃん家に来ました。そういう感じです。どんな感じだと思った？あ、え、こんにちはから始めた。あ、じゃあ寄せれる？いいよ。というわけで、今日はエムちゃんに誕生日プレゼントを渡しに来ました。そうじゃん。誕生日おめでとう。ありがとうございます。プレゼントを買ってきたので。普通に忘れてた。ハッピーバースデー、エムちゃん。ありがとうございます。エムちゃん。どうぞ、硬いです。ちょっとした音が今、添えて。オープン。オープン。では、お願いします。大きな声でリアクションを。わー、わー。どうぞ。開き方が違って、すごい。好きかどうかわかんないけど。声が高くなった。じゃん。すごい。どう？大人やん。大人やん。こういうバッグにしました。どうですか？嬉しいです。とても。ありがとうございます。あ、実はお揃いです。すごい。で、ちなみにこれ R ちゃんがベージュでお揃いです。3人お揃い、イエーイ。そう、黒、水色、あとね、まだあるんだよね。なんか入ってましたね。はい、たくさんですね。そうなんです。あ、靴下、クマ、クマ、声高い。やべ、ゆめちゃん学校だとね、まずキャラ違うからね。もうギャーッ、ブルーッ、めっちゃ叫んでるね。じゃあ、かわいい。そう、かわいいでしょ。 M ちゃんが使えそうなやつを選びます。使います。あとこれピンです。かわいいでしょ。なんかかわいい、これ。そう、 M ちゃんなんか横にピンつけてるイメージがなんかわかんないけどあったから、めっちゃつけてる。買いました。
ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそ。痛い。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年の抱負は、え、TikTok 頑張ります。もう一つ私からの誕生日プレゼントがありまして、前 M ちゃんがね作ってくれた歌詞動画を私も作りました。ぜひ見てください。いいやつね。キラキラ。いいやつね。え、びっくりした。うわ、その写真撮ったっけ。あ、一番伸びたやつ。そうなんだ。うん。え、いつ撮ったこんなん。なやそんとき。嘘、覚えてないの。おー、いつ？綺麗だよ。すごい。という歌詞動画を作りました。ありがとう。ありがとうございます。なこそ。いや、前さ、ほら、115万キロのフィルムを作ってくれたから、何がいいかなと思って、考えた考えた結果、ドラえもんにしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、いろいろ遊ぶとこ撮りたいと思います。はい。あ、はい。ということで。あ、ダちゃん。ありがとうございます。やった。プロはディズニーじゃないんですよ。ディズニーに行ったらしいので、エミちゃんが。これめちゃくちゃ美味しいやつ。そう。そこにあるけどね、いっぱい。うん、かわいい。あ、これ何個かセットになってるやつじゃない？そう、4個セットになってて。うん。あ、アルちゃんにも買ってきました。これ。すごい。やったー、ありがとう。ありがとう。あ、私、ちなみに黒です。はい、いや、ほんとお揃いじゃん。やったー、ありがとう。黒。かわいい。え、これ何を表してるの？これ、お菓子パーティーです。すごいよ。やばい。見えないけど。何も見えないけど。めっちゃあるよ。今からインスタライブしまーす。あ、もうやってた。あの、エムちゃんの方でやります。危ない。ホーム落としちゃった。はい、というわけでインスタライブ終わりました。え、めっちゃ早く。7分。7分しかやってない。じゃあ今からエムちゃんが持ってるこのアイシャドウとオリップで私がメイクをしていきたいと思います。いいで、これね。これどうしました？もらいました、アルちゃんに。やったね。1年前。あ、1年前。2月、2月とかにもらった。今年中にやっていきますね。お願いします。すごいですね。あ、もういい。髪上げて。あ、いいよ、いいよ。ガラガラ、ガラガラ。普段お化粧はしますか？目を当ててください。全然しない。なんか目腫れた人みたいになってる。ほら。いい色だね。まつげ長いね。まつげ長っ。あ、ちょっと待って。でもいい感じ、いい感じ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、オッケーオッケーオッケー。いいのこれ。腫れてない？ごめんね。あ、すごい顔。弱くなってた。ちょっと。全然大丈夫。今のモザイクしといて。モザイクしてほしいそうです。ね、エミちゃんね、動画になると声ちっちゃくなっちゃうじゃん。なってないよ。なってないよ。なんかヒマの声がでかすぎて。じゃあちょっと鏡で見ますか。これ鏡ついてないの？はい。壊れてる。どうですか？あ、いいじゃん。いい？
やった。カメラ写りが悪いだけか。リップ塗る？じゃあ塗りますか。ここ怖いね。あ、じゃあそれ塗ったことあるわ。うん、まあ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 。うじい。あ、ああ。乗りついてた。乗りじゃないでしょ、それ絶対。クッキーだよ、それ。違うよ。絶対クッキーだよ。緑だよ。ごめん、出ちゃった。いいじゃん、合ってる。あ、いいよいいよ。あ、ダメだ、乗りついてる。でーん。いいやん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。強制してるんだよね、エムちゃん。うん。はい、というわけで、まあ、このぐらいで終わりましょうか。終わるのもう。というわけで、今日はエムちゃんのお誕生日プレゼントね、私選んで私に来たの回でした。はい、喜んでくれてよかったです。ぜひ使ってください。はい、ね、来週遊ぶじゃん。だからその時に持ってきてくれたら嬉しいです。あ、これも、あ、じゃあそれを、うん、これはどう考えても違うじゃん。びっくりした。あ、TikTok のアカウント凍結したんだ。ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。 M ちゃんの TikTok 暇も今から撮るのでね。そう、ぜひ皆さんフォローお願いします。では次回の暇チャンネルもお楽しみに。バイバーイ。あ、バイバイ。